ありがとうございました。今回お世話になります。お世話になります。よろしくお願いします。はい、ご苦労様。よし。よいしょ。はい、エミちゃん運転ご苦労様でした。野菜の皮とかをやはり無駄にしたくないということで一応乾燥させまして、マグロだしと一緒にです、ね、最後にスープとして召し上がっていただきたいなと思います。であと下にですね黒いものが入ってるんです。それがですね茶が、日本語で言うと、カバの穴だけですね。茜の蔵の私もそう思ったカバカバやっぱりちょっと関西弁だと思う。
ました。ごちそうさまです。カブトムシだ、美味しかった。ありがとうございました。お世話になります。朝食ですよ。よろしくお願いします。一年ぶりですね。おかえりなさいませ。お願いします。
年ぶり。いや、どうもありがとうございます。また来てくれてありがとうございます。嬉しい。グリクさん料理完璧。あ、本当に良くなった。すっごい美味しい。感激しました。いろいろ悩みが、なんで人間こういうこと好きなのとかね、うん、なんでこういうちょっと違うものなんか無理怖がるだろう、ちっちゃい時からすごい興味があって、だから映画ね作りたかったのね、うん、ストーリーテリング、だからこれが生きてる映画、ちょっと違う形で、うん、この中のストーリーとか実際ね、そのクルーというかね、一緒にやってるね、チームで、今度お客さんがそのアクター、キャメラそれライト、ライト、あ、そうそう、これね、これあの、モノクロー、モノクロー、もう白黒しか撮らない、そのセンスの前にあのフィルターつけてる、うん、あのだっていうのはやっぱりこれそのフィルターがないからもっと純粋にっていうか、うん、もっとね、その白黒の光がきれいに入ってる、だから人間もなんていうの、そのフィルターあんまり入りすぎだと本物というか、うん、その純粋にどんどん見えなくなる、フィルターができるだけなくしたい、社会教育、うん、ね、フィルター入ってくるちっちゃい時はやっぱりどんどんそのものを本当の本物というかどんどん、うん、見えなくなってるかなと心配してる。正解。どう？イエス。同じ感覚。イエス。そうそうそう。だからグリコさんちょっと痩せられます。そうですか。まあ、まあ、多分髪切ったから。あスケジュールはどういう？ガオ。あ、ガオ。ハルさん。イエス。今日多分天気大丈夫ですか？大丈夫。今日。ちょうど。じゃあ、はい、ありがとうございました。最高でございます。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。大グルーさんありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさま。今回もよろしくお願いいたします。お世話になりますまた明日お願いします。
ゃあ一日よろしくお願いします。おい、ナイス。 M 様優しいと言われるような、すごい方向ちゃんと出てる。おお、 OKOK、 お願いします。にゃー、見てない、見てないけど撮ってた、録画結束。やばいやばいやばい、持ってるね。木に当たって戻ってきたよ。お、いいんじゃない、ナイスオン。お、いいね、ナイスボール。オッケー。お、なんかエミちゃん二の腕太いよ。うわ、すごいわこれ。お、ナイス、いったいった、ナイスボール。オッケー。あれ、黄色のボール乗ってるよ。強いかな。これも強いかな。あ、いいよこれ。早い早い早い、うまい。惜しいな、そこ逆目やったな。伸びて伸びて、惜しい、これ OK。 一番エミちゃんの不得意の距離。得意の距離。ぬわら。はい、クラブ忘れないようにね。その辺やねんけど。ないやろ。それは危ない危ない。危ないわ。やめとこやめとこ。怪我されたらえらいこと。ポストボール。1個なくして1個拾ったからもうええんちゃう。これいいよ。すごい霧が出てまいりました。お、当たったよこれ。一番。本日一番。本当に本当にナイス。当てに行く。お、出た出た。すんごい霧。これはかわいそうだな。はい、皆さんお疲れ様。バーディーばっかり出しちゃった。嘘つき。はい、スコア言ってください。残念。はい、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。お世話になりました。
やでも本当にザボリーさん美味しい、ザボリーさんすごい、はい、ありがとうございました、ごちそうさまでした。この子しずくは初めてだ、はい、おはようございます。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。
まあ、そうです。ごちそうさま。
つものやつはありますか。はい、お願いします。何でいいよから自分は手がめちゃくちゃ欲しい最後の晩餐、ね、いやこちらラディッシュとピーナッツのおいしいお手でお召し上がりください。ちいちゃいのタレを召し上がりください。熱い、はい、熱いです。鍋は絶対に手を触れないように。はい。はい。はい。Thank you.
ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。
あれ久しぶり。私はもう行かなければいけないんです。行けないんですか。一本早いみたいな感じか。はい、ちょっとだけ遅れてるけど、はい、ほんだら出たとこぐらいでまた連絡したいね。確か荷物引き取ったら電話ください。 OK、うん、はい、な気をつけて。すいません、失礼します。落ちたら。どうもありがとうございます。遅れてるんですか。もうこのメンバーは飛行機乗るまでが大変や。全然大変。何分遅れてるんですか。エミズのやつは25分遅れ で、はい、で僕らのやつはまだ出てないね。そうですね。何も出てない。なんか7時になるとかなんて書いてますね。そうやね。ほんで7時半過ぎたらご飯食べられへん。マジで。今回よろしくお願いします。いきなり濃いです。なんてなんて、ももちゃん、もっぺん言って。実は今日は豪華なご飯を楽しみにして、豪華なホテルやから毎日ドレスを変えようと思ってカバンも3つ持ってきました。ドレスも3つ、靴まで持ってきた。うっせやろ、すごい。でも寒い。寒いなんですけど。てなことを聞いて、えみちゃんはどう思いますか。いや、私も一応旅行練習で黄色いなんかワンピース持ってきたんですけど、トランク入れてくしゃくしゃになるんですよ。それを水で濡らしてお風呂場で乾かしたらどんだけ、そう、どんだけ復活するかという研究のために黄色いドレスを持ってきました。ハンカチやろ、まっすぐなんの。シワとレース。その年になって研究する。でもブランドや。ちょっと運転荒いよ。もうちょっとおとなしく運転してや。確か7時。ああ、なんか今回も大変な旅行になりそうな気がしております。何回も試してるけど、やっぱりああ、すいません。ああ、すいません。残してはって、俺エリアかんねんと思った。あ、そうなんや、絶対。これ僕の。ああ、そうなんや。それで、カニは食べたいから。みんな出てるよ。そうですか。かわいいね。はい。すいません。なんか渡すのかな。このグラス変わってる。かわいい。見て、このグラス。今、乾杯しようと思ってグラスやったら、ももちゃんに取られて。取り上げて。どう思う。細井さん、ちょっと痩せられました。ちょっと痩せました。厳しいアンケートを読んで痩せはたってますね。チャガっていうの、チャガ。チャガです、はい。チャガっていうのはぬれ肉で売ってるの。チャガっていう名前で売ってて。コンビニとか。いや、なんかコンビニとかで購入できるような、なんかちょっと良さげな感じのこういう。セイコーマートに売ってんのかもね。おにぎりの横にあんのかも。うーん、肉に売らせます。肝心な時にトイレ行く。今一番スペースなのか。何も分かんない。本当にでもよかった。今日はよかった。ありがとうございます。ありがとうございます。朝ごはん楽しみしてんだよ。で、リュウチョさんどうぞ。お、座って一緒に。自分の家みたい。自分の家みたい。どうぞよかった。よかった。こんなとこです。おかしおかしい。はい、みんな声出てないよ。隊長。名前が八角やからお皿も八角。時々気がついていただくお客様いらっしゃいます。すごい。何でも気づく。すごいな。はい、おはようございます。おはようございます。日程はまだ半ばですが、ここ北海道ニセコ、どのように感じられてますでしょうか。私はまあチンケですけど家持ってるから、まあそれを充実して楽しみたいと思っています。雨ですけど。そうさんの感想はいかがでしょうか。私はもう本当に感謝しかございません。こんなおばあさんやのにこんないい思いさせていただいて、私たちは早く死んでもいいです。私たちはどうでも長生きしてください。お願いします。本当に心の声、ほんまに。明日の朝割り勘にしますの。いや、割り勘って英語ですか。あ、今のオチでええな。もう
世の中の女性の考えてることがわからない。後ろ開いたままやで。分かってる？後ろ開いたままやで。ちーちゃんを濡れささないで。ちーちゃんありがとうございます。お待ちいたしておりました。全然違います。あなたもすっぴんで。全然一滴も雨にかからず。私たちはいいですけど、カバンが嫌なんでよいしょ。エミちゃんはすっぴんやから傘いらんて。もうなんか割り勘の計算大変なってきた。やめよ。めっちゃ広い。めっちゃ広いやん。えスタンダード。これがスタンダード。一番安いやん。超高級ホテルを裸足でいている人。一人ずつ部屋あるのに結局寂しいから。みんな集まって。そうなんですよ。で風呂も結局一緒のとこ。どっかにこの建物の中に畳3畳。結局ここしか使ってないですよね。でも3人で、ほなもうそれやったら3人でもう楽しく喋り出すわけ。で私が1人浮いて。でたまにすんません。田舎で通るから。もうほんま一緒なんで。ちいちゃん、私さっき言ったんだけど、はい、いびき起きないんですか？いやもう昨日寝れへんかった。パパと最近その一緒に寝てない部屋の先生じゃないですか。うるさくてガーガー言うから。そうだけって言ったらなんかもう。ずるっとかやって、もうめちゃくちゃやってました。だから手で取っていいか、あ、行くよ。あ、熱っ。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 これ出るじゃん。待って、待って。だからこれね、さ、オーブンがすごい、アナントがオーブンなんです。びっくりしました。北海島海老です。この後茹でて、もう10匹ぐらい食べた。そ、もともとそういう色をしてるんです。そうですね。何匹ずつですか、ちなみに。いや、とりあえずは何匹か、何匹かずつで。どんな、はい、誰か食べてみて。びっくりした。しかもカメラがエビの汁だらけ。シェフからもシマエビもしよかったらまだおかわりありますけれども。じゃあ食べたいけど、あと食べますか？そんな大きな声で言って、この後はお魚お肉という絶対いけるね。もう食べたいです。何ですか？おやめて、もうやめて。はい、いきます。最初はグー、じゃんけん。はい、おしやろ。こんな話すぎだろ。最初はグー、じゃんけん。はい、さすが、はい、持ってるね。申し訳ないんです。買っちゃいました、じゃんけん。あ、ちゃんと焼き加減書いてある。書いてある。優しい。私はちょっと赤いのがいいな。どれぐらいですか？ナスに決まってるやん。これ、ナスミ、ナスミないか、ナスミどこにもないか。ズッキーニやから。まず、ないから。ズッキーニ。ズッキーニの量が。ナスビの味近いです。これ、はい、ナスビ好きやからな。お皿、待って、おしゃれ、行きます、行きます。ここを最終目でしぐち行って、落とすしぐち。昨日、ザ・ボーリンで。あ、ですか。ここがラスト。もうその2泊でお金を使い果たして、今日はスタンダードをツインいいじゃないですか。もういいんですよ、今日は。そう、礼儀は取らんべー言うたね。スタンダードツイン、ここでワインを飲みましょうって言って。はい、私がこれ好きな、あ、よかった。メロンもらいます。メロン、メロン美味しい、メロン美味しい。すいません、メロン、メロン。グレープフルーツ良さそうやな。これバナナ、バナナ、バナナ、バナナです。これスイカです。グレープフルーツ最高。ついで抹茶も食べといて。抹茶結構乳臭いな。やっぱ間違えた、今とか。なんでナビを入れない。やっぱ今のとこやった、残念。やっぱりな、自分のあれを信じなあかんもん。俺ら何にも言ってんね。優雅でよろしいなあんたの。ゆったりしてます。
楽しいひとときはすぐに終わるね。ラーメンはちょうど。ありがとうございました。ありがとうございました。お茶のおかげで楽しい時間を過ごすことができます。あっという間ね。あっという間。ね、モモさんと一緒にいてたら世界が広がるから。おっしゃいますやら。こちらのせいでございます。ありがとう。エム様の財力のおかげで。ゴルフもできて。